スティーブ・マッケイはアメリカ合衆国の音楽家、作曲家、ザ・ストゥージズのサックス奏者。1969年にマーク・ランパートと結成したインストゥルメンタルデュオ、カーナル・キッチンで活動中、そのライブを見たザ・ストゥージズのイリー・ポップに誘われて、アルバム、ファン・ハウスにサックス奏者として参加し、プロデビューした。ザ・ストゥージズを離れた後は電気技師として働く傍ら、 コマンダーコディヒズロストプラネットエアメン、バイオレント・ファムズ、スネーク・フィンガーといった面々と共演した。1990年代の活動休止時期を挟んで、2000年代にはインストゥルメンタルミュージシャンであり、インディーズレーベル、ラドンの主催者、スコット・ニーデガーラと主に共演した。また、2000年代中盤から再び音楽活動に専念し、 ラドンに関係したミュージシャンたちやザ・ストゥージズのベーシスト、マイク・ワットをバックに従えて、ソロアルバムを3枚リリースした。2003年に活動を再開したザ・ストゥージズには、イギーポップから再度誘われて、再開当初から参加した。1949年、ミシガン州グランドラピッツに生まれる。カリフォルニア州出身の母親がかつてナイトクラブのピアニストをしていたことから、幼少期から、 音楽環境には恵まれており、母親の所有するレコードやラジオから流れるジャズの名手たちの演奏を聴いて育った。父はブルーカラーだったが収入面では恵まれており、グランドラピッツの高級住宅街に住み、サックスの個人レッスンを受けた。父方の先祖にはマット・アンガス・マッケイの異名を取ったビクトリア女王を抱えのバグパイプ奏者がおり、マッケイは 自分の半券管理会社に彼の異名から取ったマッド・アンガス・ミュージックという社名をつけた。なお、両親は彼が高校に入る前に離婚し、マッケイは父に引き取られた。高校時代から徐々にバンド活動に興味を持つようになるが、ちょうどその頃、ブリティッシュ・インベージョンが到来して、周囲の友人たちがエレキギターに向かったことから、サックスを演奏できる人材が減り、 そのため様々なバンドに呼ばれ、多くの演奏機会に恵まれた。そんな高校時代の仲間たちとやがて、カオスインクというバンドを結成し、ローアー半島を一周する規模のツアーを行う。この頃に、イグアナズというバンドのマネージャーをしていた人物から、接触があり、マネジメントをさせてほしいと頼まれている。この時、イグアナズのメンバーだったエギーポップと名乗る前のジェームズ。 ニューエル・オスターバーグ・ジュニアと面識を得た。高校卒業後は、本人はプロのサックス奏者になるつもりだったが、父に大学には行くように勧められ、1967年にミシガン州アナーバーにあるミシガン大学のアートスクールに進学する。大学入学後、イギーポップも勤務経験がある、レコードショップディスカウントレコーズでアルバイトを始めるとともに、アナーバーのクラブ、 クリムツクラブに定期的に出演していたバンドビリー・シーザ・サンシャインに加入した。このバンドはジャズのスタンダードを主に演奏していたがリードボーカルのジョージ・フレーンが脱退したことをきっかけにザ・チャージングライノセロス・オブ・ソウルと名を変えてリズムブルースバンドへと衣替えする。マッケイはジャズに興味を持っていたためこの方針転換には満足できず1969年に 自分の演奏したい音楽を求めて、高校時代からの友人でありドラマーだった、マーク・ランパートとインストゥルメンタルデュオ、カーナル・キッチンを結成する。結成当初は、マッケイの自宅地下室で練習し、公共施設、公園、路上、カフェの前でゲリラ的に演奏するという状態だったが、やがて母校ミシガン大学の学園祭的模様に呼ばれ、 初めて大勢の観客の前で演奏する機会を得た。この演奏を最前列の席から見ていたのが、イギー・ポップだった。また、後に頻繁に共演する、カントリー・ロック・バンド、コマンダー・コディ・ヒズ・ロスとプラネット・エアメンもライブに参加しており、マッケイの音楽キャリアにとって、天気となるライブとなった。このライブ後に改めてマッケイは、イギーと進行を結んで、カフェで語り合う仲となり、 1970年の春にデトロイトで行われたザ・ストゥージズのジャムセッションへの参加へつながった。イギーは後にギター、ベース、ドラム以外の楽器の演奏者を探していたと語っている。デトロイトのジャムセッションでマッケイはファンハウスと1970の演奏に参加する。この時のイギーからの指示はアシットを決めた名刺をパーカーみたいにプレイしてくれだった。この演奏が認められ、 マッケイはザ・ストゥージーズのセカンドアルバム、ファンハウスへのレコーディング参加を要請される。これを了承した彼は大学を中退し、カーナルキッチンの活動を停止して、レコーディングに参加し、LA ブルースで、後に、イギーが、エーデモニック・ハウルと呼ぶ演奏を披露する。彼はさらにツアーへの参加も要請され、最終的に1970年末までザ・ストゥージーズと行動を共にすることになった。 1970年の終わり頃、ザ・ストゥージーズ内におけるサックス演奏の扱いについて、マッケーとイギーの間で見解の相違が表面化する。マッケーは、当時のザ・ストゥージーズのライブでは、基本的に、ゲスト扱いで、ファンハウスで参加した曲のみを演奏するだけという、状況だった。この扱いに対してマッケーは、できれば正式なバンドメンバーとして全曲に何らかの、形で参加したいし、 リード演奏も増やしてほしいと要請したが、イギーは拒否し、マッケイを解雇した。結果的に、マッケイのザ・ストゥージーズ参加期間は1年に満たないものとなった。ザ・ストゥージーズを解雇されたマッケイは、アナーバーに戻り、カーナルキッチンの活動とディスカウントレコーズでのアルバイトを再開した。1972年にカーナルキッチンは解散し、マッケイは、ブルースバンドのモジョブギーバンドへ参加する。 また、同じ時期に、電気技師としても活動を開始する。モジョブギーバンドは、デトロイト近郊でのライブ活動を中心としたバンドであり、リズムブルース歌手のアンドレ・ウィリアムズと共演するなど、コンスタントに活動はしていたが、商業的なレコード契約には、たどり着くことができず、1976年に解散した。モジョブギーバンド解散後の1977年頃に、 マッケイはアナーバーを離れカリフォルニア州ベエリアに向かう。彼の地で電気技師として働くとともに音楽活動ではすでにある程度商業的に成功していたジョージ・フレインを頼る。フレインからは彼のバンドのギタリストビル・キッチナーを紹介され彼のソロユニットムーンライターズに参加した。このバンドはアマーストレコーズとの契約締結に成功しマッケイも そのレコーディングに参加するが、その後の継続的な活動には加わらず、ベーシストでボーカリストだった、当時の妻、アニー・ガルシア・マッケイとカーナル・キッチンを再会すると、共に、いくつかのバンドのセッションプレイヤーとして過ごすことになる。本人は、この時期に継続的に、セッション参加したバンドとして、コマンダー・コディ・アンド・ヒズロスとプラネット・エアメン、ミッチ・ウツ・アンド・ロケット 88S、 ラルフ・シャイン・ブルースバンドを挙げている。1978年には、カーナル・キッチン名義でレコーディングを行うが、リリースはされず、同年に、バンドは、活動を停止した。1980年に入り、ラルフ・シャイン・ブルースバンドの唯一のアルバム、ザ・ラルフ・シャイン・ブルースバンドのレコーディングに参加する。このアルバムは1981年に発売された。1982年には、 スネークフィンガーの企画したプロジェクトヒストリー・オブ・ザ・ブルースに保温セクションのリーダーとして参加し、ベエリアで数回のセッションを行う。そのセッション活動の傍ら、1983年にバイオレント・ファムズのゴードンガノに誘われ、アイビームで開催されたライブに参加する。これ以降、バイオレント・ファムズとは頻繁にセッションを行うことになる。また、同じ頃、 イビリービビリーエクスターナルピンヘッドバンドをバックに従えてカーナルキッチンを再開したがこの時は短期間で終了しているこの年の終わり頃にラフトレードオランダがヒストリー・オブ・ザ・ブルースのライブアルバムを企画しこの企画に付き合う形でマッケイは電気技師を辞めスネークフィンガーと共にオランダへ渡った1984年マッケイは スネークフィンガーとのライブ活動が終了した後も、そのままオランダに滞在を続け、カーナルキッチンを再開すると同時に、レックスリーズンブルースバンドというバンドにも参加する。レックスリーズンブルースバンドはバイオレントファムズがオランダツアーを行った時はサポートアクトとして同行した。バイオレントファムズのヨーロッパツアー終了後、彼らのセカンドアルバム、 ホロードグラウンドへの参加を要請されるが、お互いの予定が調整できず、バイオレント・ファムズはマッケイに代わるアルトサックス、奏者として、ジョン・ゾーンを呼んだ。レコーディングには参加できなかったが、バイオレント・ファムズからは、ホロードグラウンド発売後に行われた、ヨーロッパツアーへの参加を打診され、承諾した。その後のアメリカツアーに同行する予定はなかったが、彼らの法音セクション、 ホーンズ・オブ・ジレンマのリーダー、ジグムンド・スノペック3世が同行できなくなった際に代役として呼ばれ、そのまま彼らのサードアルバム、ザ・ブラインド・リーディング・ザ・ネイキッドのレコーディングにも参加することになる。ザ・ブラインド・リーディング・ザ・ネイキッドは1986年にリリースされるが、レコーディング後に各メンバーがソロ活動に傾倒して一時的にバンド活動が停滞する。これに、 マッケイも影響を受け、他のバンドと共演することで、音楽活動の継続を模索するが、アメリカツアーのはずが南アフリカに連れて行かれるなどの、契約問題に悩まされて断念し、電気技師に戻ることになる。1980年代後半から1990年代を通して、マッケイは、音楽業界から引退している状態だった。業界絡みの音楽活動としては、 1990年に発売されたコマンダーコディヒズ・ロスト・プラネット、エアメンのアルバム、エイシズ・ハイへのレコーディング参加と、バイオレント・ファムズのライブへの散発的な参加があるが、いずれも、マッケイを音楽業界へ戻らせることには繋がらなかった。この頃の唯一の継続的な音楽活動は、ザ・ベイリアボート・クラブというクラブで1ヶ月に一度演奏するために結成されたアマチュアバンド、 サード・サーズ・デバンドへの参加だった。1997年にマッケイは、オルタナティブ・ロックのファン人、ブラック・トゥ・コム市場でインタビューを受けた。そして、このインタビューを担当したライター、ローレン・ドブソンとその後も、進行を結んだことが、ソロミュージシャンとしてのスティーブ・マッケイが誕生するきっかけとなった。2000年、マッケイは、ローレン・ドブソンからインストゥルメンタルミュージシャン、 リキュール・ボールを紹介され、ザ・クロコダイルというクラブでの共演を約束した。リキュール・ボールはこの話を、音楽仲間で、ノイズ・インストゥルメンタル・デュオ、シカラのリーダーであり、インディーズ・レーベル、ラドンの主催者、スコット・ニーデガーに伝えたところ、マッケイの1975年死亡説を信じていた、ニーデガーは興味を持ち、共演を見るためにザ・クロコダイルへ足を運び、マッケイと面識を得た。 後日、マッケイは、ニーデガーに連絡を入れ、彼が主催するラドンから慈悲で、自分の持つ未発表音源をアルバムとしてリリースしたいと依頼した。ニーデガーはこれを承諾し、1978年に録音されたカーナルキッチンの音源を、アルバム、エン・ボヤージ・アレトロスペクティブとしてリリースした。エン・ボヤージリリース後、 マッケイは、ニーデガーや彼の人脈で集めたミュージシャンたちを率いて、西海岸ツアーを行い、同時期に、ロサンゼルスのカレッジラジオ局、KFJC の DJ、マーロン・カスバーグの番組に出演して、セッションを披露した。2001年、元ザス・ストゥージーズのリードギタリスト、ロン・アシュトンからライブ参加を打診された。ロン・アシュトンは当時、ダイナソー・ジュニアのオリジナルメンバー、 ジェイマス・シスが結成したユニット、ジェイマス・シス・ザ・ホックのツアーにゲスト参加し、主にザ・ストゥージズのカバー演奏を行うパートに出演していた。マッケイはこの依頼を承諾し、サンフランシスコのグレート、アメリカンミュージックホールで開催されたライブで、ロン・アシュトンと30年ぶりに、ファンハウスと1970を演奏した2002年、オレゴン州ポートランドにあるチャイニーズレストラン、 ザ・ジャスミン・ツリーで、初のソロ名義のライブを成功させた。このライブで、リトル・ベールート・アンサンブルと名乗って、バックを務めたバンドが、その後、マッケイのセッションを支えるザ・ラドン、アンサンブルズの母体になる。2003年、イギーからコーチェラフェスティバルで4月27日の、ステージに登場する再結成ストゥージズへの参加を、打診され、これを承諾した。ただし、公式には、 今回限りと言われた復活であり、形としては、イギーのライブに、元ザス・ストゥージーズのメンバーが客演するという格好だった。コーチュラフェスティバルへの出演を終わらせると、同年の7月にロサンゼルスフリーミュージックソサイティの中心的バンド、スメグマとアルバム、30 Years of Service のためにレコーディングセッションを行った。続けて、これまでのラドン関係ミュージシャンとのセッションを1枚の ソロアルバムとしてまとめるためにニーデガーやザラドン、アンサンブルズと共にニーデガーが当時生活の場としていたポルトガルのポルト市に渡りその制作準備に立ち会った2004年2003年中はイギー名義のライブに散発的に客演という状況だったザストゥージーズは正式に再結成しワールドツアーを開始する マッケイもコーチュラフェスティバルに引き続いて参加することになり、ついに電気技師を引退して音楽活動へ専念する日が訪れた。ただし、マッケイによれば、形としては、客演扱いで、ステージでの演奏時間は長くても、セットリストの半分程度だった。また、この年は、30 years of service のリリースを記念して、スメグマとのライブセッションに参加し、 元デッドケネディーズのジェロビアフラと共演した。2006年9月、長期にわたるザ・ストゥージーズのワールドツアーが終わる直前直後に、マッケイ発のソロアルバムが2枚立て続けにリリースされた。1枚はワールドツアー終了直前の9月10日にリリースされたトンネルダイナー。もう1枚はワールドツアー終了直後の9月26日にリリースされたミシガンアークトゥルスである。 どちらもザ・ラドン・アンサンブルズがバックを務めたレコーディングセッションやライブセッションといった素材をまとめたものである。翌10月にはザ・ストゥージーズのフォースアルバムザ・ウィアードネスに参加する準備を進めていたがフロリダで行われたレコーディングの準備作業にマッケイは呼ばれなかった。この原因としてマッケイはロン・アシュトンが彼をレコーディングにフル参加させることに消極的だったからと後に語っている。 結局、マッケイにとってのザ・ウィアードネスは、シカゴで1日半程度のレコーディングに参加しただけで終わった。2007年のザ・ストゥージズ向かって、右端がマッケイ、ザ・ウィアードネスのレコーディングから締め出されても、マッケイがザ・ストゥージズから離脱することはなかったが、一方で、サードソロアルバムに向けてのレコーディングセッションを開始した。ザ・ストージズのワールドツアーの合間に行われたため、 レコーディング場所は世界各地に及んだが、ヨーロッパ各国でも逃デガ側の人脈が役立った。また、久々にマーク・ランパートとも、カーナル・キッチン名義でレコーディングを行った。加えて、ザ・ストゥー・ジーズのベーシスト、マイク・ワットもこのレコーディングに参加したため、彼の人脈から、アイルランドのノイズ・インストゥルメンタル・バンド、エステルが、レコーディングメンバーに顔を揃えている。マッケイとマイク・ワットは、 非常に仲が良く、サードソロアルバムに関してマッケイは、半分はマイクの仕事と語っている。そのエステルとは、自身のソロアルバムとは別に2008年に、セッションアルバムをレコーディングし、これは、翌2009年に、リリースされた。同じ2008年には、パルプのボーカリスト、ジャービス・コッカーのセカンドソロアルバム、ファーザー・コンプリケーションズにも参加した。 2009年1月6日、ロン・アシュトンが救世し、インギーは同じく元ザ・ストゥージーズのリードギタリスト、ジェームズ・ウィリアムソンを呼び戻すことに決めた。その正式決定前に、マッケイは、ウィリアムソンから要請され、彼の練習代わりのライブに付き合うことになった。この様子は後にライブアルバムとしてリリースされた。他にもこの年には、カーナル・キッチン決戦40周年記念として、 マーク・ランパート、マイク・ワットと共に記念ライブを観光した。なお、ザ・ストゥージズでは、バンドマスターとして呼び戻されたウィリアムソンによって、ライブのセットリストを占める曲目の見直しが行われ、サックスが採用された曲を増やすとともに、原曲に、サックスが起用されていない場合は、参加可能となるアレンジが加えられ、以降のライブではマッケイは、セットリストすべてに参加可能になった。 2010年、この年にザ・ストゥージーズはロックンドールホール・オブ・フェームに選出されたが、マッケイとスコット・サーストンは正式なメンバーとしては認められなかった。インギーは自身の抗議にもかかわらず対象者とならなかったマッケイを移動するため、サードソロアルバムに無償でボーカルを提供すると申し出た。エステル、マイク・ワットといったゲストに加えて、 イップシー・ジムと名のルイギーもゲストボーカルとして参加したサードソロアルバムサムタイムス・ライク・ディス・アイ・トークは同年8月にリリースされた。そしてマッケイはこの年の10月にマイク・アットやエステルと共にアイルランドツアーを11月から12月までザラドン・アンサンブルズを従えてヨーロッパツアーを観光した。2011年から2013年の前半にかけては ザストゥージーズでの活動に加えて、バイオレントファムズや、マイクワットの別プロジェクト、ザミッシングメニアザセカンドメンといったバンドへのライブセッション参加を行った。また、スコット・ニーデガーが中国で音楽ビジネスを始めた関係から、2012年に北京で、ノジコレクティブというバンドとライブセッションを行った。また、ジェームズ・ウィリアムソンと共に、 元トランスビジョンバンプのウェンディ・ジェームズのソロシングル、You Are So Great It's All Right 間に参加している。これは2012年10月9日にリリースされ、後に、彼女のソロアルバム、The Price of the Ticket に収録された。2013年4月30日、The Stooges は、フィフスアルバム、Redit o Die をリリースするが、ほどなくして、イギーが2016年までの休養を宣言し、 ワールドツアー終了後の8月から、ザ・ストゥージーズは活動を休止する。マッケーはこれを受けて、翌年のヨーロッパツアーの準備を開始するとともに、旧知のサード・サーズデイバンドと散発的にセッション活動をしつつ、ソニー・ヴィンセントが企画したレコーディングセッションに、グレンマトロック、ラッド・スケービーズとともに参加する。同年の年末には、ソニー・ヴィンセントとともにインタビューを受けるなどの、 プロモーションを行った。また、この年の終わり頃には、ジェームズ・ウィリアムソンが企画したザ・ストゥージズのセルフカバーアルバム、リリクトに参加した。2014年3月にマッケイは、スピードボール・ジュニアというベルギーのバンド、バンクティルトというフランスのバンド、加えて、ザ・ラドン・エンサンブルズの一員だった、カミンスキーと共にヨーロッパツアーを開始する。彼ら全員が、いつも揃うわけではなく、 会場によってメンバーは変化した。このツアーは9月まで続いた。そのツアーの合間にも5月にバイオレント・ファムズのライブに参加し、さらに7月には中国でラウンド・アイというバンクバンドと共演する。これは2012年の北京でのライブを見たラウンド・アイのメンバーからスコット・ニー・デガー経由でアプローチがあったもので、後に彼らのファーストアルバムのレコーディングにも参加した。 翌2015年にもヨーロッパツアーを企画していた形跡があるが何らかの事情で中止となった。同年の目立つ活動はラウンドアイのファーストアルバムリリース記念ツアーに参加したことで6月に中国を再放している。翌7月にはスロバキアの音楽雑誌のインタビューでザ・ストゥージズの再開希望とエンボエッジの再レコーディングといった企画を語り、 創作意欲が衰えていないところを示した。2015年9月7日、マッケイは、敗血症により、カリフォルニア州、デイリーシティのシートンメディカルセンターに緊急搬送され、翌揚日、病状が深刻なことから、デイリーシティホスピタルの集中治療室に移された。ジェームズ・ウィリアムソンはこれを受け、励ましのステートメントを発表したが、その後、 回復することなく2015年10月10日にマッケイは他界した。イギーはステートメントを発表し、その死を悼んだ。2016年2月24日、縁が深かったラジオ局、KFJC が追悼番組を放送した。2月27日、マッケイの住まいがある、カリフォルニア州パシフィカで、マイクワットや、ジェロビアフラといった信仰のあった面々が顔を揃えて、 追悼コンサートを開催した。当日、現地に迎えなかったイギーは、マイクワットの電話を通して、マッケイに捧げる短い歌を披露した。1982年頃までは、アニー・ガルシア・マッケイと婚姻関係にあったことが、本人のインタビューからわかる。彼女との離婚後は、パトリシア・スミスと事実婚状態にあった。パトリシアとの間には、ギリの娘が二人いる。イギー・ポップは、 エクスバーリナーのインタビューで、マッケイの演奏は、ユニークで、他のメンバーに負けないパワーがあったから、バンドへの参加を申し出たと語った。ジェームズ・ウィリアムソンは、励ましのステートメントの中で、彼のユニークな表現は彼自身に由来するものだと評価した。バイオレント・ファムズのブライアン・リッチーは、バイオレント・ファムズの公式フェイスブックに掲載した長い追悼コメントの中で、 彼の偉大な点は、単なるロックンロールのサックス奏者にとどまらず、様々なジャンルを統合して、ロックフィールドに持ち込んだことだと評価した。マッケー本人は、フィアロージングファンジーンのインタビューの中で、自分が始めた時は、ダサい楽器だったサックスが、ファンハウスが評価されて、以降、再び、ロックバンドの重要なパーツに戻ったことが嬉しい。と語った。アルバムミニアルバム。 ありがとうございます。